粗品です。せいやです。うもうさあ、せいやさん本日は新人監査員せいやなんかどうしたんですか。はい、実はあの監査委員会 の, あの監査局からですね、おお、はい、要重要という封筒が届きまして。要重要はい、要重要2回出てる。はい、おお、まあちょっと今までね、結構監査、なんやねんとか言ってたんですが、無免でやったるわとか言ってたな。正直大人が結構動いてくれまして、まあ吉本も話し合ってくれたんですよね、何回も正直ちょっと、まあ監査を結構広めた貢献度あると、その、まあ、ご飯を監査するっていう言葉とかも、まあね、まあ僕が結構最初に言い出して、そらそうやな。で、まあちいかわ、はい、で結構監査みたいなのも あれそうちゃうかみたいなのあって、うん、まあ、そういうのが一応ありますよということで、今回はまあちょっと執行監査猶予というのを設けられましてなるほど、おとなしくつながる、まあ、ちょっと執行猶予中みたいな、この間、はい、これがまあ6年間の中で、しっかり監査することと、はい、でまあ前はプラチナ監査員やったんですけど、その全ての権限をまあ剥奪で、新人監査員としてまあ月額、まあ自分でもエントリー監査フィーを払うんですけど、はい、まあ6万月額払って、はい、新人監査員として監査委員会に、まあ会費も払うという約束で新人監査員として戻ってまいりました。ありがとうございます。おかえりなさい。ただまあ執行猶予なんで、執行監査猶予なんで、そのまあコメント欄が荒れたりとか、うん、その監査ちゃんとできてないとこの現場で判断された場合は、もうほんとすぐにあの監査委員会がもう YouTube を取り押さえというか、はい、YouTube ごと YouTube ごとでもう全部、もうだコンビでなんか迷惑かかる粗品さんの一人でやってるやつも全部、それも全部何にもできなくなります。困るな。メディアがもう使えなくなっちゃうんで、関西やめてくれ、怒らすと。もうやらんかった。でちょっと一生懸命やりたいと思います。じゃあちょっと久しぶりの監査メッセージ。そんな何を食うんですか。あ、そうですね、今日はそんなんじゃん、そんなん執行猶予、お前二人のだ言ったやろお前にも食んねんで。まあまあすいません、怠けてないか。すき家の牛丼明太マヨチーズ、新しいやつですね。石原さとみさんが CM やってる、うまそうやな。いやこれはね、でもいつもすき家で僕大体、チーズ牛丼、はいはいはい、とかうまいね。まあ、あれなんや、卵とネギのやつ、ネギ玉、うん、大体2種類でもそれ以上やっぱ超えへんのちゃうかと思ってるんですよ。なるほど、明太マヨチーズ、これが邪道になっちゃうのか、それとも王道になっちゃうのか、しっかり監査していきたいと思います。ちゃうのか、はい。視聴者からのメッセージ来てます。はい、監査ネーム、マツケン監査2、3倍。大学に合格して春からやっと大学生になります。おめでとう。たくさん楽しみなことがありますが、やっぱり大学といったら監サークルですよね私も勉学だけではなく新入監査員として監査を励んでいきたいです。はい、そこでせいやさんが新入監査員だった時、どのような努力をして今の地位に上り詰めたのか教えてほしいです。うん、俺みたいなもんが答えていいんか分からんけどね、うん、今新人監査員やから、うん、まあまあでもそこは一応分かってないと思うね、この子は。この時俺プラチナやから。そうやな、申し訳ない。そうやな、こんなんなってしまいました。申し訳ない、こんなんなっちゃいました。さんごめんな、全て失いましたまあまあもう笑ってって感じですね今は全部もうなくなったんで、不祥事、ね、はい、まあ監査寺入ろうかなとか、いろいろ監査寺、はい、考えたけど、まあやっぱ相方の隣で監査することが一番大事なのかなっていう、めっちゃ不祥事みたいな感じなんやな、まあもう、まあ逆に新人監査員、まあそうね、だから監サークルは、でも監サークルよくないよ。あ、そうなん、あんまりよくないと思う。ちゃんと国が制定してる公式の監サークルやったらいいけど。なるほどなるほど。大学が設けてる監サークルで、ちゃんと監査してるサークルないと思うね。飲みたいだけみたいな、よう聞くよ。飲みさや、結局結局、うん、で結局飲んでるだけやん、
って言われても、いや監査してるんでみたいな。あ、それはよくない、うん、お酒の監査してるみたいな。そうそうそう、よくないよくない、そういうのが多いんで、気をつけてください。特になんてピン台、ピン台桃山大手門の関サークル、よくないお酒聞くよ。関西やなびっくりした。あれ食えや。節南はめっちゃいいらしいな。知らん知らん、そんな関西ローカル大学、日大もいいらしいです関サークル。あ、そうな、食えってはよ。5分半。何それ。新人関西はあの豚汁もちゃんと飲まないといけないね。え、でも贅沢してんの。豚汁も飲んでなかったよ。いや、プラチナの時はね、結構自由に。監査をせなあかんっていう意味ない。すき家の豚汁美味しい。は？うまいんかいとかじゃなくて。すき家の豚汁美味しい？うん。美味しい、小さいやつ？終わっとる、こいつ。これは最大、これ。まあ、ここは監査じゃないんでね。あ、ここ監査じゃない。うん。ほなうまいもん食わしてもらってるだけやんけお前。いや、準備なんですこの監査ね。普通の監査員はあのやっぱ食べ物ってこう体温が低いと美味しく感じれないとか、あのちゃんと判断できないっていうのがあるんで、そう、新人監査員たるものをまず体温を整えろっていうことで豚汁なんですよね。うまぁ豚汁うまいよな。でもうまいな、うん、飯の前はやっぱ汁もんやな。冷やしたいや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 、冷た何してんねん。久しぶりやな。あ、じゃあ公式の監査久しぶりと。いきます。さあ、うまそう。もうちゃんと見してる。さあ、果たしてチーズ牛丼よりうまくなかったら意味ないからな。チーズ牛丼でいいからね。なるほど、まあまあまあ。じゃあ今回の監査のまあテーマというか、チーズ牛丼を超えているかというところですね。明太マヨが乗ることによって、はい、それではいただきます。バリューマインかーい。うんまっ。なんか柄悪ないな。明太マヨうんま。あ、うまい。俺明太子めっちゃ好きやねん。なんや。好きなんかい。辛いし。辛いし最高。最高。うま。好きや。あ、好きや。食べてたっけ結構。あ、まあまあ普通かな。普通。中尾とかはめっちゃ好きで。あ、それ中尾やお前好きな。好きやはその普通。好きや、俺好きや好きやねん結構。ない、そう、これありですね。あ、うまい、うまなってるチー牛より。うまいね。これずっとこんな帽子かぶってやったらあかんじゃん監査。しかも食事時に執行猶予中のこんなえげつないチャラい帽子かぶってやってええの。免許剥奪の小林さん連絡来た。これですか。委ねた。はい。いや、うん、あ、小林さんそうか。歳いくつでしたっけ。37。ああ、じゃあ聞こえへんか。いや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 、聞こえる聞こえる。いや、モスキートーンで来るんですよ。あ、監査からのやつが。そう。ああ、びっくりした。モスキートーンで今。37は聞こえるって、モスキートーン。聞こえるやろ。もうほんまに、いやでも正直相方も良くないから離れなさいって言われた。その監査員の判断は、お前環境が良くないんちゃうかって、そのマイナス、あの人やろ。え、
名前出てこない。あのガンダムそれそれそれアドシャーアドシャー